どうも皆さんこんにちは。セーザーライダーのチャンネルへようこそ。アメリカのお店ファイブビローで面白いお菓子を見つけました。パッケージが皆さんが知っているポータブルゲーム機のデザインになってあります。それはこちらです。ニンテンドーゲームボーイグレープフレーバーディーパッドキャンディーの紹介です。ゲームボーイの形をしたお菓子、ぶどう味のキャンディーらしいですね。しかもデザインが細かいですね。ボタンの方とかもよくできている。で、後ろはこういう感じです。後ろの方では材料とかが書いてありますね。2021年に作られたらしいです。皆さんはゲームボーイ遊んだことありますか？僕はもちろんゲームボーイ遊んだことがあります。僕は子供だった時はゲームボーイカラーと、であとゲームボーイアドバンスで、あとゲームボーイアドバンス SP を遊んでいましたね。オンオフスイッチもありますね。このボタンとか見ると興奮してしまいます。値段は3ドルでした。日本円で340円ぐらいです。こういうユニークなね、お菓子は結構高いです。開けてみたいと思います。あー、なるほど、こういう風に入ってくるんですね。十字架ボタンの形をしたキャンディ、人工的なブドウの香りがします。いただきます。キャンディの方はあんまり美味しくない人工的なブドウ味でそんなに興奮するものではない。いまいちです。もう一回食べてみます。やっぱりあんまり良くないですね。期待外れですね。食感の方はカリカリしている。食べやすいし、そんなに硬くない。点数は45点にしたいと思います。外側のパッケージはいいんですけど、中身のお菓子は全然好きではない。グレープ味がまずくて、安物の材料を使って作ったお菓子ですね。これは飾りにはいいと思いますね。この缶の方はおすすめはしますけど、キャンディーの方はおすすめはしません。任天堂ゲームボーイ、グレープフレーバーディーパッドキャンディーの紹介でした。次回お楽しみに。それでは、じゃあね。